情報セキュリティ重大脅威の2023年版が発表されました今回はその内容から注目すべきポイントをピックアップして企業としてどのような対策を講じるべきかという点について解説していきたいと思いますでは早速ですが情報セキュリティ重大脅威2023年版のランキングを見てみましょうはい、ランキングには個人編と組織編がありますが今回は組織編の内容を読み解いていきたいと思います今回注目すべきは ランサムウェアによる被害が3年連続で1位になったことそして第10位に犯罪のビジネス化という脅威が6年ぶりにランクインしたことです一つ一つ詳しく見ていきましょうまずは1位のランサムウェアによる被害ランサムとは身代金という意味ですのでランサムウェアと集まり身代金を要求するマルウェアのことです 主な感染経路はメールに記載されたリンクや添付ファイルからというケースが多く一度感染してしまうとサーバーや PC に保存されているデータが暗号化されて使えなくなるという被害を受けますそれを復旧する見返りとして金銭が要求されるという恐ろしい仕組みですまたデータを暗号化するだけではなくデータを摂取した上に対価を支払わなければデータを公開するなどと要求する二重強括という手口も確認されています 実際に2022年に起こった事例では自動車部品の製造メーカーが VPN の脆弱性をつかれてランサムウェアに感染しましたその後自社だけではなくサプライチェーンを伝って親会社の大手自動車メーカーにもランサムウェアが感染創業停止にまで発展する事態となりましたランサムウェアはもはや大きな会社だけが受けるサイバー攻撃ではないということを改めて認識しておきましょう続いて10位にランクインしている犯罪のビジネス化について見ていきましょう そもそもこれはどういう脅威かと言いますと、実は今、ダークウェブと呼ばれる闇サイトの中で、サイバー攻撃に関連する情報やマルウェアを作るためのツール、さらに不正に入手した個人情報などが犯罪者の間で売買されていて、それが闇ビジネスとして横行していることを指す言葉です。サイバー攻撃に関する技術や知識がなくても、誰でも簡単にマルウェアやランスムウェアが作れてしまう。こうした恐ろしい状況が、昨今のサイバー攻撃の激化を下支えしているということです。では、 今回の情報セキュリティ重大脅威の内容を受けて具体的にどのようなアクションを起こせばいいのか4つのステップで解説します。まず1つ目は会社として守るべきものを明確にする。そして守るべきものに対して大きな損害、損失が想定される脅威を抽出して対策の優先順位をつける。そしてそれぞれの脅威に有効と考えられる対策方法を洗い出し最後にその対策を実行していくというステップになります。ぜひこの動画を見てあなたが中心となって会社の情報セキュリティ対策を推進していきましょう。 今回ご紹介した内容を踏まえて、皆さんご自身でサイバーリスク診断ができるツールをご用意しています。ぜひこちらもご活用ください。最後までご視聴ありがとうございました。